ですよ。びっくりするぐらい若いんですよね。すっごく見た目もちょっと大人っぽいし綺麗だし、あの落ち着いてるので、あの2003年生まれの子だとは思えないぐらい落ち着いてるんですけど、カオさんありがとう。2003年の8月21日生まれの、出身県は福岡県ですね。博多弁が可愛いって有名ですね。あゆみんさんはニックネームはあゆみんとかあゆまんって呼ばれてますね。可愛いですね。はい、血液型は A 型で、好きな食べ物はエビ。エビなんだ。よくスルメイカ食べてるイメージあるんですけどね、イカも好きなんじゃないですかね。エビ。瀬戸内でおすすめなものは海の幸、かっこ特に牡蠣って書いてありますね。海の幸って書いてあるけん、まあやっぱイカも好きなんじゃろうね。特技、まつげに爪楊枝を乗せる。そう、これも結構この特技も面白いみたいな感じでみんな話題になってたんですけど、まつげがすごく多くて長くって、まつげの上に爪楊枝を確か14本ぐらい乗せれるっていうのがあゆみんさんの特技ですね。で、趣味は映画鑑賞と美少女観察って書いてありますね。美少女観察って書いてある。皆さん、星投げカウントありがとうございます。そして一言が、いつも応援ありがとうございます、これからも自分らしく頑張りますっていう風に書いてありますね。一応かゆみさんはですね、ご覧の通り結構大人っぽくってすっごく綺麗なメンバーなんですけど、大人っぽいんですが、実はまだ15歳かなっていう、まだ若いんですよね。ほんとスタイルよし、顔よし、歌も歌えるし、ダンスも踊れる、もう本当に言うところないメンバーですね。しかも性格が超絶面白い。本当にね、面白いですね、あゆみんさんは。あの、私あゆみんさんと一緒で、あの可愛い女の子を見ることがもうすごく好きで、おみやきのあびさん、だるまありがとう。あのあゆみんさんもすごく可愛いので、よくついつい目で追っちゃうんですけど、やっぱりちょっと変わってるなって思うことが多くって、まずあのあゆみんさんの口癖を言うとですね、あゆみんさんはですね、あのなんでなんでっていうのがあの口癖なんじゃないかなっていう風に私はちょっと見てて思うんですけど、なんでね、なんでね、なんでそう思うのね、なんでっていう感じでね、常にいろんなメンバーになんでなんでといろんなことをね聞いているようなイメージですね。はい、いろんなことが気になるお年なんでしょうね。いろいろなんでね、なんでね、なんで、あゆみはなんで、うん、なんでなんでっていう感じでね聞いてるイメージがありますね。もうすっごいそれも可愛いですね。このなんでなんで攻撃もね、結構あのあゆみんさんのちょっと有名な一つでもありますけど、まず博多出身ということでですね、博多弁がまた可愛いんですよ。あゆみんさんは博多なんたらしとっちゃけどみたいな。私も福岡に7年間住んでたので、あの昔博多弁すごく喋ってたのでわかるんですけど、博多弁ってやっぱり可愛いじゃないですか。やっぱり瀬戸内の中にいると広島弁とか岡山弁とかが多いので、その中に博多弁が入るとね、ちょっと変わった雰囲気で可愛いなってすごく思うんですね。で、なんかあゆみはなんたらっちゃけど、あゆみはなんたらやけんみたいな喋り方をするのもすっごい可愛いんですよ。一度見たらね、絶対ハマってしまう、ちょっと不思議なオーラのあるメンバーだと思います。そしてもうこの見た目のルックスのレベルの高さですよね。すっごい美人さんなんですよ。7年住んでました昔。そう、それでこの美人さんでスタイルも良しということでですね、STU では唯一の雑誌の専属モデルをやっていてですね、ポップティーンっていうあの有名な雑誌の専属モデルを、レギュラーモデルを今やっています。あゆみんさんはぜひね、あの可愛い女の子が好きっていう、もう見るからに誰が見ても美少女っていう感じの女の子なのでね、ぜひ一度皆さんまだ見たことないっていう方はね、ショールームとかね、そのポップティーンとかをね見ていただけると、絶対にあの可愛くてハマってしまうメンバーの一人だと思います。三宅のみさん、誰もありがとう。はい、そして歌もね、めちゃめちゃ歌唱力が高くって、あの STU の1期生オーディションの最終オーディションの時の歌唱動画とかが出てるんですけど、あのすごくね、あのあゆみんさんの歌がすごく上手だなっていう風に感じた
のを覚えてますね私は。そしてそうですね、船長岡田奈々さんからも溺愛されてますね。岡田奈々さんは美少女好きで有名ですが、あゆみさんのことすごく溺愛していますそれもねまた面白いですよね。ほんと奈々さんが愛するのが分かるくらいの、誰が見ても分かる美人な子ですね。美人なメンバーです。はい、もう今後も魅力が、あゆみさんも魅力がたっぷりのメンバーですよね。本当にそうですね。はい、といった感じで一岡あゆみさんの紹介でした。次でね、お、お見舞いキャノリーいっぱいありがとうございます。そうですね、あのランク外コンサートで48グループ全体の混合ユニットの、あのセンターを務めていたりもねしていました、ユミンさんは。続いてのメンバーはドゥルンドゥルン、全員語ります。今あいうえお順に語って、石田千穂さん、石田みなみさん、磯貝香音さん、一岡あゆみさんとゆっくり語ってきましたが、次は今村美月さんのなんですね。はい、津田ちゃんありがとう。今村美月さんの番ですよ。はい、もうねみちさんに関してはね語ることがもうすっごくいっぱいあるぐらいもう大好きなメンバーなんですけど、まず公式のプロフィールから言っていきたいと思います。2000年2月19日生まれの広島県出身の、ニックネームはみちゅっていうニックネームですね。みちゅっていうニックネーム珍しくて可愛いですよね。血液型は O 型で、好きな食べ物がさくらんぼ、八朔大福、お好み焼き、サーモンって書いてありますね。ただ最近はお寿司屋さんに行ってもサーモンより縁側を食べている今村美月さんです。はい、瀬戸内でおすすめのものは八朔大福とお好み焼き。特技は歌とダンス。趣味は食品サンプルの鑑賞、音楽、映画の鑑賞。一言がナイストゥーミチュー、広島県出身の今村美月です、よろしくお願いしますってありますね。おみやんギャラミーだるまいっぱいありがとう。だるまこまうよ、ありがとう。あ行が多いですね、確かに ST は。ねえ、まずこの今村美月さんはですね、私が所属しているスタジオっていうパフォーマンスユニットのリーダーをやっています。リーダーを任されるほどのね、信頼度の高いメンバーでして、いろんなことに関しても全てに関してスペックが高いですね。まずは、まあ、見た目がめちゃめちゃ可愛い指原里奈さんもね、最初 STU に兼任していた時にみちゅの顔が一番 STU で、あ、みちゅの顔が一番 AKB グループで好みの顔って言ってたぐらい指原さんも認める可愛い可愛いお顔でして可愛いんですね、マズルックスが。でスタイルも良いですね。で、歌とダンスのレベルもねもちろん高いんですよ。パフォーマンスユニットのリーダーをしているっていうぐらいですね。ですね、この美月さんのですねダンスは、この間ベストヒット歌謡祭をね見ていただいた方は分かると思うんですけど、ベストヒット歌謡祭でノーウェイマンのセンターが今アイズワンに3人移籍していて、宮脇さくらさんと本田仁美さんと矢吹奈子さんが今アイズワンの方に専任しているので、センターが3人いない状態でベストヒット歌謡祭でノーウェイマンを披露するってなった時に、そのセンターの3人を48グループの中からダンスオーディションをして、ダンスオーディションをして選抜するっていう企画があったんですけど、そこで美月さんはなんとセンターを取っていました。そのぐらいダンスのスペックも高いメンバーで、美月さんのダンスは結構お手本みたいなダンスで、指先までめっちゃ綺麗って感じで癖がなくって、まあ、誰が見ても、 もう気持ちよく見れるようなダンスをね踊ってくれます。でノーウェイマンでもしっかりとセンターを務めてくださってて、STU のスタジオのメンバーとしてもすごくソロのね
虫のバラードとかを歌ったり、メンバーからもスタッフさんからもファンの人からも信頼度の高い、何でもできるスペックの高いメンバーだなっていう風に思います。そしてね、何よりもね、みちゅさん以上にね、優しい人にね出会ったことがないっていうぐらいですっごく優しい人です。はい、もうすごくね、優しさにあふれた人で、ね、もうその優しさがね、顔にほわんって出てると思うんですけど、もうなんか優しいんですよ。とにかく私のことも気にかけてくれるし、さっきも私が起きれなかったら起こしてくれるし、それもあの、なんて言うんだろう、何かあった時も一番相談しようってなる人はみちゅさんだし、ミラニスさん、スノーどうもありがとう。すごくね、メンバーのことを誰よりも考えてて、一緒に二人で話したりしてても常にメンバーのことを考えてて、スタジオメンバーの考えてて、それでツイッターの使い方とかも、まあ、私の宣伝をするよりもみんなの宣伝をしたいから、自分だけの宣伝はしたくないかなみたいな、だからみんなの宣伝も一緒にしたいかなみたいな、ツイッターの使い方とかもね、そういう風に考えてたりとか、こうすっごくしっかりしているメンバーでもキャプテン向きだなってすごく思いますね。私はスマイル岡山さん、ハートありがとう。優しすぎて確かに気を使ってしまうところもあるのかもしれないけど、やっぱり誰もがみちさんに言われたら誰もがもうすんなりと受け入れるし、こう全てにおいて完璧だからね、みんなからも信頼されてるし、すっごくあのキャプテン向きなメンバーだなって思いますね。はい、ちょっと語りすぎました。でもあの喋ったらね、あのすごくね、ちょっと抜けてて可愛いんですよ。私はそう、習い事が一緒で、STU に入る前からみつきさんとたまたま仲が良かったので、あの STU に入ってからも結構仲良くさせてもらってるんですけど、そうてな感じですかね。ぜひ、磯貝さんと私とみつきさんかな、今の中で紹介したメンバーだと、この3人がいるスタジオメンバーの公演にもね、会いに来てくださると皆さん嬉しいです。はい、次でラストぐらいかな。次の岩田ひなさんで、岩田ひなさんの紹介をして一旦切って、次6時からまた、メンバーの紹介をしていく配信をしようかな。この調子だとめちゃめちゃ時間かかりますね。私だってまだこの公式のプロフィール書いてるんですけど、この2行しかできてないですもんね。まあ、次は3行ぐらいいけるかな。うん、皆さんにめちゃめちゃ語ってるんですけど、こうやっぱりメンバーさんに対する愛が強すぎて、一人めっちゃ6分とか喋っちゃえる、ずっと全員に対してね、このペースで私喋り続けれるんですよ。そう、今は石田千代さんと石田みなみさんとカノンさんとあゆみさんとみちゅさんが終わりました。全部アドリブっていうか、まあ思ったことを今やってるだけですね。はい、次岩田ひなさん行きたいと思います。はい、岩田ひなさんの公式プロフィールは2003年生まれ、ひなさんとあゆみさんが同い年ですね。2003年生まれの2月12日生まれ、出身地は山口県です。ニックネームはひなちゃんとかひなぴよさんって呼ばれてますね。ひなぴよって呼ばれてることが多いかな。ぴよちゃんとかも呼ばれてますかね。血液型は A 型で、好きな食べ物はいちご、もうザアイドルですね。で、当地でおすすめのものは錦帯橋で、特技は料理、趣味はお菓子作りっていう、もう100点満点の女子回答ですね。ほんと一言はたくさんの方に知っていただけるように頑張ります、応援してくれると嬉しいですっていうのが一言ですね。はい、岩田ひなさんでございます。岩田ひなさんもですね、あゆみさんもまだ中学生とは思えないんですよね。本当にひなぴよさんもなんて言うんだろう、あのすごくね、落ち着いてるというか、考え方がすごく大人だなって思ってて、私はひなぴよさんはね、本当に超絶釣り師、アイドルの鏡っていう感じですね。もうなんて言うんだろう、歴代のメンバーさんで言うと、なんかもうまゆゆさんみたいな典型的な、もうアイドルの鏡、ザ・アイドルっていう感じのメンバーですね。ひなぴよさんはもうどこを撮ってもアイドルですね。あのレッスン中とかも思うんですけど、レッスンの服とかも薄ピンク
薄ピンクとかパステルカラーみたいな、靴にもリボンがついてるみたいな本当に可愛らしくって、身長もちょっとちっちゃめで、もう本当に可愛いんですよね。守ってあげたくなるキャラですね。で、中学生にしては高すぎる釣り能力っていう感じで、多分ひなぴよさんの握手に行ってしまって釣られない人はいないんじゃないかっていうぐらい握手がねすごいんですよ。私結構普段のショールームでも言ってるんですけど、ひなぴよさんの握手にね一回並んでみたいって思うくらい体験してみたい、もう握手なんですよね、ひなぴよさんの握手が。愛を知る人さん、ハートありがとう。高校1年生か、高校1年生か、そうだそうだ、高校1年生だ、ひなぴよさん。まだ中学生のイメージがあるよね。そうなんよ、高校1年生なんだ、そうだそうだね。まずあのひなぴよさんの握手の 特徴がですね、こうやって握るっていうあの握手なんですよ。普通こうやってやるじゃないですか。それをひなぴよさんはこうやって両手でこうやってやって、ファンの人がそれをこうやって掴むみたいな感じの握手をするんですね。もうそれがまずあの一番あのキュンとする、一番最初にキュンってするポイントだと思うんですけど、あとはですねコスプレとかをね握手で知ってたりとか、言うこともですね、やることもですね、もう高校1年生だと思えないくらい超絶あざといんですよ。私あざとい女子もすっごい大好きなので、すっごい行ってみたい握手のうちの一人だなって思いますね。そして STU のフロントメンバーとしてあのいっぱい、活躍していてですね、あの若いながらも全然しっかりとしていて、トークも安定しているし、あのすごく高校1年生を感じさせないスペックの高さですよね。こんな甘い顔してそんな甘い対応されたら誰でも絶対好きになっちゃうよっていうようなね握手をね本当にするんですよ。本当にアイドルの鏡っていうか、典型的なもうザ・アイドルっていう感じのね方ですね。喋り方もずっといいなーみたいな感じで、でバカにしてるわけじゃないんです、本当に可愛いんですよ。あの常にアイドルなメンバーだなって思いますね。本当能力がね高すぎる、これは惚れてしまう誰もかっていうような感じですね。本当になんかあのイベントの時、握手の時だけじゃなくって、その普段のレッスンだったり普段の姿も本当にアイドルらしいメンバーだなって思いますね。しかもね、あの料理も得意でお菓子作りも好きで、好きな食べ物がイチゴっていうね、もうなんかありがとうございます、こんな完璧なアイドルがいてくれてみたいな、もうアイドルが好きな人材からしたらもうこういう典型的なアイドル本当にありがとうございますっていう感じのね存在ですね。ぜひ一回あの岩田ひなさんの握手に行ってみてもらいたいですね。私も行きたいんですよ、普通に行きたいレベルで。ちょっと岩田ひなさんの握手はねすごい中毒性のある楽しい握手になるんじゃないかなって思います。はい、まず一旦40分になったので、こう一人一人への愛を語りすぎてしまったがゆえに、一人6分ずつの、あの感覚で私喋っておりましてですね、一人6分ずつ喋ってしまいまして、まさかの1時間で1時間の枠であの6人しか説明できないという愛が溢れてしまっているんですが、ケニーダヤホイさんありがとうなってしまっているんですが、次の配信ではマリーナさんから順番に、マリーナさん、岡田奈さん、ココアさん、ももださん、みゆみゆさん、クーカさんの順番にまた、いけるところまで説明をしていきたいと思います。あよしろとこさん、いいね、ありがとうございます。それでは一旦、壇上を読んで次の配信に行きたいと思います。次の配信は6時1分からなので、また15分後ぐらいに始めようと思います。13位がひめらぎしゅんさん、ありがとうございます。12位がエスト&エイチさん、ありがとうございます。11位がタラリンさん、ありがとうございます。そして10位がぶんこさん、ありがとうございます。8位がしょうや、ありがとうございます。7位がとうとう、ありがとうございます。6位がゆっぴーさん、ありがとうございます。5位がおでんかっこ偽物さん、ありがとうございます。4位がこでらんにこうたさん、ありがとうございます。
3位がリンジ、あとユラキュン、ありがとうございます。そして2位がツダちゃん、ありがとうございます。そして1位がねるねるで、オビワンキノミさん、ありがとうございます。ゴンシーコマウヨ、あとだるまさんも、だるまさんタワー立ててくださったよね。だるまさんもかんこを、え、待って、私の書くだるまが恐怖すぎて、なんか全然だるまじゃないんだけど、だるまって本来どんなものだったっけ。え、全然だるまが書けないんだけど、あら、こんなだったっけだるまって。お祝い毛並さん、だるまも困るよ。待って、だるまってこんなんだったっけ。なんかだるまの描き方が全然わかんなくて上手に描けなかった、ごめんねありがとう、困るよ、だるま困るよ、ありがとうございます。カムサムネだ。また6時1分から配信するので、皆さんまた15分後ぐらいにお待ちしてます。ありがとうございます。次6時1分から、マリーナさんから順番にメンバーについて語る配信をまたやっていきます。よろしくお願いします。バイバーイ。